なんちゃん、本？本？ニューヨークのオークション会社サザビーズで8日、パブロ・ピカソが描いた腕時計をした女がオークションにかけられ、この絵画はピカソが50歳だった1932年に描かれました。青を背景にピカソの愛人マリー・テレーズ・ウォルターさんが腕時計と帽子を持っています。姫ちゃん。それでは婚姻を、国家の成し遂げれば、王様も王妃様も、大変お喜びでなる。